どうも、ハルダンです。今回は宮城県大崎市にある鳴子ダムへ行った時の動画になります。撮影日は2024年の6月12日になります。動画の最初の右折をした場所の左手が鳴子温泉になっています。そのまままっすぐ800メートルぐらい進むと鳴子温泉駅などがあって、鳴子温泉郷や、またちょっと先には、鳴子といえばこけしが有名なんですけれども、こけし資料館などもあるようです。ダムの天場の方に行くには下流側にある展望広場駐車場に車を停めます。そこからだいたい徒歩5分400メートルぐらい行った先に鳴子ダムがあります。利用できるのは4月下旬から11月下旬くらいまでで、朝8時から17時まで一般開放されているようです。鳴子ダムは外国人の技術者を招かず、日本で初めて日本人だけの手で建設することになったアーチダムになっています。そういったこともあって、抵抗の方も100メートル級のアーチ式コンクリートダムということもあり、東北地方のダムとしては初めて2016年9月に土木遺産に認定されています。鳴子ダムは宮城県大崎市鳴子温泉にあって、北上川水系エアイ川に作られた堤高 94.5m、 堤頂長 215m のアーチ式コンクリートダムになります。ダム湖の名前は荒尾湖で、ダムの総貯水容量は5000万立方メートルになっています。ダムの利用目的は治水と農業用水発電になっています。毎年ゴールデンウィーク頃には高さ80メートルのすだれ放流と約40匹の鯉のぼりを見ることができるようです。ダムの周辺にはホタルがたくさん生息しているみたいで、ダムの管理者の方ではホタルマップという冊子が用意されています。またダムの上流の方には荒尾湖湖畔公園などもあって、キャンプエリアやバーベキュー施設、テニスコートやスナックゴルフ場、あとちょっとまあ珍しいのはラジコン場などもあるみたいです。またそのさらに上流の方には鬼の首と書いて鬼神戸地区っていうんですかね、まあ、そういった名前の地域があって、
一帯はカルデラになっているようです。ちょうどこの動画を編集しているタイミングでは、結構ダムの貯水率が低くて、農業用水なんかで使う水が非常に足りなくてっていうようなニュースも流れてますね。訪問した時にはそんなに気づかなかったんですけれども、この状態でも例年よりは水位はだいぶ低いっていうことになります。初めての訪問だったので、特に低いっていう感覚はなかったんですけれども、実際本当に農業用水としての水源としてはかなり困った状態になってるみたいですね。ちょっと残念だったのが、ダムの堤体の方や、また駐車場の方、そして管理所の方でも、トイレが用意されていないっていう感じでした。上流の方には、先ほども言った、荒尾湖湖畔公園などもあるんですけれども、ちょっと今調べてみたら、管理所から8キロほど上流にあるんで、あんまり近いとは言えないですよね。そういった意味では、管理所とかのトイレとかを開放していただければ、安心してダム巡りができるんじゃないかなっていうふうに思います。結構駐車場からダムの方へ回って、で管理所の方とかに行ったりすれば、ゆっくり回れば1時間くらい滞在することになるんで、ちょっとトイレぐらいはなんとかしてほしいなっていう気もします。現状ではなるべく事前に済ませておくっていう方が無難だと思います。ちょっとトイレの話が長くなっちゃってすいませんけど、大事な話なんであえてお話しさせていただきました。結構ダム巡りをしてると、意外と死活問題になりかねないんでお話しさせていただきました。
ダムカードは鳴子ダムの管理者の方で配布していて、年末年始を除き土日祝日も含め8時半から17時までいただくことができます。ダムの管理所の入り口ではなく脇の方から進むと無料で使える望遠鏡が2機あったりして、そこから展示室の方に入り用意されているダムカードをいただくことができました。また通常の日本語のダムカード以外にも英語バージョンだったり、中国の緩衝帯、また台湾などで使われている反衝帯というタイプのカードや、タイ語のダムカードなども用意されていました。一応全種類1種類ずついただくことができるみたいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。